来てくれ。寒いよ。もうダメだ。あと5分も寝たい。顔むくんでない？これは、ちなみにこれはナイトキャップですね。朝の割にめっちゃハキハキ喋るじゃん、うち。ご飯に味噌汁、卵焼き。ちょっとだけ朝の運動します。眠っ。ちょ、本当に目がパンパンに腫れてる気がする。え？うち昨日の夜、なんか知らないうちに泣いてたのかな？じゃあ、顔洗って準備しますね。なんか空いてた。寒っ。朝シャン入れます。お風呂じゃない、シャワーを浴びて顔のマッサージが終わったので、次は顔面にメイクを施していきたいと思います。はい、ということでメイクが終わって終わりました。そして髪の毛も終わったので、こっからは出る準備をして、バッグとかになんかいろいろと必要なものを詰めて行ってきたいと思います。朝やる工程が全て終わりました。まあ今日は学校がない日だったので、結構顔面とか時間かけたりとか、シャワー浴びたりとか、そんな感じで選んでいったんですけど、まあ基本的には朝はいつもこんな感じで、あと時間がある時はフラフープをしています。まあそれぐらいで終わりたいと思います誰が見たいんだろうこの動画。まあ朝のルーティンでした。バイバーイ。